ルイス・マクレーンの肖像画、ルイス・マクレーンはアメリカ合衆国の政治家、デラウェア州選出上院を呼び、下院議員、アンドリュー・ジャクソン大統領の下で財務長官を呼び、国務長官を務めた。マクレーンは1786年にデラウェア州スマーナで生まれた。マクレーンは私立学校で学び、その後フィラデルフィア館上で、 海軍小位候補生として1年間を過ごした。1804年、マクレーンはニューアーク大学に入学し、法学を学んだ。そして1807年に弁護士の資格を取得すると、デラウェア州スマーナで弁護士業を開業した。マクレーンは、米英戦争で海軍に従軍した後、1817年にデラウェア州からアメリカ合衆国会議員に選出された。 マクレーンは1827年まで5期連続で会員議員を務め、6期目を目指した会員議員選挙でも勝利を収めた。しかしながら選挙後にデラウェア議会からアメリカ合衆国上院議員としての指名を受けたことから、この指名を受諾するため、6期目の就任直前に会員議員を辞職した。その後マクレーンは上院議員を1829年まで務め、 また、上院の再入院会議長も務めた。1829年、マクレーンは、アンドリュー・ジャクソン大統領の下で、州イギリス全権行使に指名され、上院議員を辞職した。マクレーンは、ジョン・キリンシー・アダムズ政権の終焉を、イギリス全土に周知させることを試み、アダムズ政権下で起こっていた、米英間の問題は、ジャクソン政権では引き継がないと発表した。 そして、イギリス領西インド諸島との貿易を開くことを最優先課題としてイギリス政府との交渉に当たった。1831年、マクレーンはジャクソン大統領の下で財務長官に指名された。これは、イートン事件でジョン・カルフン副大統領を支持した閣僚をジャクソン大統領が更迭したことに伴う就任であった。ジャクソン大統領は、 第2合衆国銀行の廃止をマクレーンに訴えたが、マクレーンは財務長官として連邦財政収入の確保や通貨の安定などを理由に、これに反対した。また、ジャクソン大統領は第2合衆国銀行に預けてある資金を払い戻し、この資金を州法銀行に預け直すことも提案したが、当時の州法銀行は北部の新興企業家や、 中小製造業者たちが事業の拡大を図るべくインフレを望んだために紙幣を乱発する傾向があった。そのためマクレーンこうした経営基盤の危うさなどを理由に反対の立場を取った。マクレーンは合衆国の財政政策において大きな政府を望まないジャクソン大統領としばしば対立したことから1833年に ジャクソン大統領はマクレーンを財務長官から解任し、国務長官として9会任命した。財務長官にはマクレーンに代わって、ウィリアム・デュアンが指名された。国務長官に配置転換されたマクレーンは、国務省において最初の大規模な再編を行い、7つの部局を新設した。マクレーンの言った再編はその後のユリシーズ・グラント。 大統領下の国務長官ハミルトンフィッシュの時代まで受け継がれ、その後は国務省職員の増減に応じて中規模あるいは小規模な再編が繰り返された。また、マクレーンの国務長官在任中、ナポレオン戦争中に生じた合衆国財産の損害について、フランスが賠償金の支払いを拒否する問題が発生した。この事態に対して、ジャクソン大統領は、 フランスに対して強硬な対応を取ることに躊躇はしないと脅しをかけ、フランス商船大保の承認を合衆国議会に要求した。しかしながらマクレーンはジャクソン大統領の対応に抗議の意思を示し、国務長官を辞任した。公認の国務長官にはジョン・フォーサイスが指名された。国務長官退任後、マクレーンはメリーランド州ボルチモアに移り、 1837年から1847年まで、ボルチモア・オハイオ鉄道の社長を務めた。また1845年から1847年まで、再び中イギリス全権行使を務め、オレゴン協会紛争の交渉に参加した。1857年、マクレーンはメリーランド州ボルチモアで死去した。 そして、マクレーンの遺体は、同市内のグリーンマウント墓地に埋葬された。ありがとうございます。